第4章告白。告白。罪を隠している者は栄えない。告白して罪を捨てる者は憐れみを受ける。箴言 28-13。 神の憐れみを受ける条件は簡単で、しかも正しく合理的です。神は私たちの罪が許されるには何か面倒なことをしなければならないとは要求なさいません。遠くに巡礼の旅に出たり、痛々しい苦行をしたりして天の神によく思われようとしたり、罪の償いをしようとしなくてもよいのです。ただ罪を言い表してこれを離れる者は憐れみを受けるのです。使徒ヤコブは、だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい、ヤコブ 5-16 と言っています。神のほか罪を許すことはできませんから、罪は神に告白しなければなりません。そして過ちは互いに言い表すのです。もし友人や隣人をつまずかせたならば、自分は悪かったと認めて謝るのです。そしてそれを快く許すのはその人の義務です。そうした後で神の許しを求めるのです。というのは、あなたが傷つけた兄弟は神のものですから、彼を傷つけたことは彼の創造主、また贖い主に罪を犯したことになるからです。そしてこのことは真の中保者であり大祭司であるイエスの前に持ち出されます。主は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。ヘブライ 4-15 のですから、どんな罪の汚点をも清めてくださいます。自分の罪を認めて神の前にへりくだらない者は、神に受け入れられる最初の条件さえ果たしていません。再び悔いることのない悔い改めをし、本当にへりくだった砕けた心で罪を告白し、自分の罪悪を心から憎んでいるのでなければ真に罪の許しを求めたとは言えません。また罪の許しを求めたことがなければ神よりの平和を見出すことはできません。私たちが過去の罪の許しを味わっていないただ一つの理由は、心を低くして真理の御言葉の条件に従っていないからで、この点について次のようにはっきりと教えられています。罪の告白は、それが公のものであっても個人的なものであっても、真心から、そして十分に言い表されなければなりません。罪人に無理に強いて言わせるものではありません。また告白は軽率に不注意になされてはなりません。本当に罪がどんなに忌まわしいものであるかを認めていない人に強いるものでもありません。心の奥底から湧き出てきた告白は、限りない憐れみを持つ神へ通じます。詩人ダビデは、主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる、詩篇 34-19 と言っています。真の告白は常にはっきり自分の犯した罪そのものを言い表すのです。神にだけ告白すべきものもあるでしょう。または誰か害を被った人々に告白しなければならないものもあるでしょう。あるいは公のものであれば公に告白しなければならないこともあるでしょう。いずれにせよ、告白はすべてはっきりとその要点に触れていて、犯した罪そのものを認めなければなりません。イスラエルの人々はサメルの時代に神より迷い出て、罪の結果に苦しまなければなりませんでした。それは彼らが神への信仰と、神は知恵と能力を持って国を治められることを見失い、さらに神はご自身の働きをあくまで守られることを信じなくなったからです。彼らは宇宙の大いなる統治者を離れ、周囲の国々と同じような統治者を望んだのです。しかし平和を得るためには、次のようなはっきりした告白をしなければなりませんでした。我々は
あらゆる重い罪の上にさらに王を求めるという悪を加えました。サムエル上 12-19 と、つまり悪かったと自覚したその罪が告白されなければならなかったのです。彼らの暴音の精神が彼らの魂を抑え、神より切り離していたのでした。真面目な悔い改めと改革が伴わない告白は神に受け入れられることはできません。はっきりとした変化が生活に現れ、神の嫌われるすべてのものを捨てなければなりません。本当に罪を嘆いた結果はそうなるのです。私たちのするべきことははっきりと示されています。洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。イザヤ 1-16-17。 すなわちその悪人が失物を返し、奪ったものを償い、命の掟に従って歩き、不正を行わないなら彼は必ず生きる、死ぬことはない。イゼキエル 33-15 と。またパウロは悔い改めについて、神の御心に沿ったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。例の事件に関しては、あなた方は自分が全ての点で潔白であることを証明しました。2コリント7-11と言いました。罪のために道徳的知覚が鈍くなってしまうと、悪を行う者は自分の品性の欠陥を認めもしなければ、自分が犯した罪の恐ろしさを悟ることもありません。罪を示す聖霊の力に従わなければ、人は自分の罪に対して部分的に見えないでいるわけです。ですからその人の告白は真面目でもなければ熱心でもありません。自分の罪を認めて悪かったとは言うものの、その度に自分の行為に弁解を付け加え、ああいう事情さえ起こらなかったら自分はああもしなかったし、こうもしなかったし、何も叱られることはなかったのだと言います。アダムとエバは禁断の木の実を食べた後、イブに言われる恐れを強く感じました。最初どのように自分たちの罪の言い訳をして恐ろしい死の宣告を逃れようかと考えました。神が彼らの罪を正された時、アダムはその罪を半ば神に、半ば自分の同伴者に負わせて、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたと答え、女はその責めを蛇に負わせて、蛇が騙したので食べてしまいました。創世記 3-12-13 と言いました。どうしてあなたは蛇をお作りになったのですか、どうして蛇をエデンの園にお入れになったのですかという質問が、この罪の言い訳のうちに含まれているのであって、それは彼らの堕落の責任は神にあると言っているのです。自己を義とする精神は偽りの父である悪魔から来たもので、アダムの息子娘は皆この精神を表しました。こうした告白は聖霊に動かされたものではありませんから、神に受け入れられることはできません。真の悔い改めは自分の罪を自分で負い、何の虚飾も偽善もなく罪を認めるのです。哀れな徴税人のように目を天に向けることさえしないで、神様、罪人の私を憐れんでくださいと叫ぶのです。自分の罪を認める者は義とされます。というのは、イエスは悔い改めた魂のために自らの血をもって取りなされたからです。神の御言葉には悔い改めと謙遜の実例が挙げられていますが、そこには罪の言い訳をしたり自己を正しいとするようなことが少しもない真心からの告白の精神が見られます。パウロは自分を弁護することなく、自分の罪をその恐ろしいままに描き、罪をいくらかでも軽くしようなどとは考えませんでした。
彼は次のように言っています。多くの聖なる者たちを牢に入れ、彼らが死刑になるときは賛成の意思表示をしたのです。また至るところの街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町にまでも迫害の手を伸ばしたのです。使徒言行録26:10-11。またキリストイエスは罪人を救うために世に来られた。私はその罪人の中で最たるものです。1 テモテ1:15と言ってはばからなかったのです。真に悔い改め謙遜になった心は神の愛の幾分かを悟り、カルバリーの十字架の犠牲を心から感謝してやみません。そして子供が優しい父親に告白するように本当に悔い改めた者は神の前に自分の罪を皆持っていきます。御言葉にも自分の罪を公に言い表すなら神は真実で正しい方ですから罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。1ヨハネ1:9と記されています。